映画、沈黙の艦隊が先頃公開されました。川口海二氏の原作漫画もヒットしたので、ご存知の方も多いでしょう。出演俳優も実力派揃いで、その意味でも楽しめという方もいらっしゃるのではないでしょうか。映画では、潜水艦同士の戦闘が描かれていましたが、実際の潜水艦バーサス潜水艦の戦闘は、一体どのように展開されるのでしょう。最新の潜水艦の戦いについて見ていきたいと思います。改めての質問ですが、潜水艦の主要任務とは、一体何でしょうか？海自やアメリカやイギリス海軍などでは、大きさや原子力と通常動力という動力の違いはありますが、その多くが攻撃型潜水艦で、敵の水上艦艇や潜水艦への攻撃が主要任務になっています。海中に潜む敵潜水艦を同じ海中で攻撃するのは、攻撃型潜水艦の独壇場と言えましょう。お互いが可能な限り、音を出さないように密かに航行する一方、相手が発する音を少しでも聞き出して情報を集めようと、しのぎを削っているのです。映画、U ボートでは、ナチスドイツの最強潜水艦 U ボートを発見すべく、連合国側のソナーマンが必死になって耳を立てているシーンがありましたね。ソナーマンのこういった苦しい作業も、前時代のことになりました。今は、技術の進歩により、人の耳が不要になってきたのです。海中で使用可能なセンサーはソナーだけですが、戦闘時には、音を拾うパッシブソナーのみになります。基本的には、相手の音だけを頼りに、位置や距離を、ソナー員の経験や、ソナーからのデータに基づいて推定することになります。ソナーにはアクティブソナーもあります。これは、パッシブソナーよりも、正確に、相手の位置を測定できるのですが、音が発生するので、こちらの存在を相手に知られてしまうことにもなるのです。つまり、一長一短というわけです。相手に存在を知られないこと、隠密性が、潜水艦にとって最大の武器ですし、同時に、自分が生き残る唯一の手段とも言えます。潜水艦が、海の忍者と呼ばれるのも納得ですね。だからこそ、戦闘時は、海中に息を潜め、パッシブソナーで相手を探るというわけです。潜水艦同士の戦闘では、何としてでも、相手の位置や方位、航歩道を予測し、自分たちが攻撃に有利な位置を確保すべく努力します。例えば、敵の真上に陣取ったら、勝利間違いないですよね。陸上と違って相手を目視できない潜水艦には、こういう戦術しかないのかもしれません。では、戦闘がどう展開されていくのか、推理してみます。戦闘中に、次艦のソナー員が敵潜水艦を発見した場合、当該潜水艦を攻撃するか否かを決めるのは艦長の裁量です。敵を攻撃するということは、自分たちの存在を明らかにするので、自分たちが危険にさらされることにもなりますから、慎重に判断しなければならないわけです。もし攻撃を決定したら、情報に基づき、相手の動きを把握する必要があります。そのために、目標動静解析 TMA、ターゲット・モーション・アナリシスが行われます。ターゲットの位置が分かって、魚雷を発射しても、すぐ命中するわけではありません。命中させるためには、ターゲットの速度、進路、方位角などの敵艦の航歩道を知る必要があるのです。ターゲットは動いていますから、その未来位置、ターゲットが未来にいるだろう場所へ発射し、同時に、ターゲットの候補と、軌跡とぴったり合わなければ命中しないのです。解説されると納得しますね。ターゲットは静止しているわけではないのですから、動きの先を予測しなければならないのですね。海中を移動するターゲットの動きを知るために登場するのが、前述の TMA です。TMA とは、パッシブソナーで、ターゲットの位置を決定する過程のことです。現代の潜水艦には、ソナーシステムが構築されています。これは、複数のパッシブソナーとコンピュータと組み合わせた仕組みで、かなり、高精度の情報が収集できると言われます。とはいえ、最近の潜水艦は、静音化が進んでいるので、
パッシブソナーでの探知、追尾は難しくなっていると思われます。なので、TMA の作業にも、かなり時間がかかるということです。TMA で収集した相手の魚雷発射管制データが発射管制員に回付され、自分たちの魚雷に入力されます。かつて箱を行った操作の大半が、人間の手で行われていましたが、今は、潜水艦に統合戦闘システムが導入されているので、情報や TMA などの戦術状況情報が、発令所にある多機能ディスプレイ上に映し出されるようになっています。つまり、艦長や担当管制員が刻々と変化する状況をリアルタイムで見ることができますし、攻撃に最適な武器を選択し、情報の入力もキーボードで簡単に行えるということです。ちなみに、前での統合戦闘システムですが、従来は人間が操作していた各種装置や装備をコンピュータで統合管理することです。これによって、状況に最適な装置や装備を使って情報を収集し、艦長が必要な情報を提供し、攻撃を決断した時には、最も効果的な武器を選んで使用できるようになるわけです。人員の省力化にもつながりそうですね。ただし、原潜と通常動力潜水艦では、使える電力に違いがあるので、統合戦闘システムの能力も異なってくるそうです。魚雷発射に必要な条件が揃ったところで、計算されたターゲットの未来位置に向かって発射されることになります。では、対潜水艦戦闘では、どういった魚雷を使用するのでしょうか。これについても推理してみます。対潜水艦用魚雷には、大きく分けて2種類あります。潜水艦が使用する射程の長いものと、航空機や水上艦艇が使用する射程が、短く魚雷自体も短いものの2種類です。また、同じ対潜水艦用魚雷であって、誘導方式によって3種類ほどに分かれています。1、有線誘導方式魚雷と発射プラットフォームである、潜水艦を電線でつないで潜水艦から誘導する方式です。電線は、張力がかかって途中で切れないように、魚雷と発射菅の双方から繰り出されるようになっています。魚雷そのものに目標を追尾する音響ホーミング自動誘導装置があるものと、潜水艦の音響ホーミング装置に依存ものの2種類があります。2、アクティブホーミング方式魚雷そのもの体が音波を発射して探知し追尾するものです。この方式は水上艦攻撃には向いていません。理由は、海面近く。では、こちらが発射した音波が反射されるので、目標をうまく追尾できないからです。3、パッシブホーミング式魚雷の制御装置に入力された目標の音を、魚雷そのものが探知し追尾するものです。最近の潜水艦は、静粛性がかなり高いので、発見、追尾するためには、こちらのホーミングヘッドの感度にも、かなりの精度が求められます。誘導方式は蒸気のように分かれますが、今の主流は単一の誘導方式ではなく、それぞれの方式が組み合わされたものです。例えば、はじめは、有線誘導方式でターゲット付近まで接近し、そこからは、魚雷自身のホーミング装置によって探知し追尾するといったこともあるようです。ちなみに、海上自衛隊の対艇型などに搭載される新型の18式魚雷は、おとりのような妨害、欺瞞手段を識別する能力を備え、水深状況が複雑な沿岸海域や海面残響の影響を受けやすい浅い海面での探知能力も強化された誘導方式が使われているとみられます。魚雷もですが、兵器の進歩というものは驚きますね。単に相手を倒すのではなく、戦力を減らすことに重点が移っているのでしょう。だからこそ、ウクライナ戦争で、ロシアは、殺すのではなく、看護に手を割く必要のある怪我人を増やそうとしたと言われています。戦争の意義、あればですがとは何なのかと混乱しますね。